ではやりましょうか。今回は、農学の新戦略を目指して増収と環境の調、農学の新戦略増収と環境の調を目指してという、応用生命科学の農学研究科応用生命科学の的先生の、オーガナイズで、今回は第7回ぐらいですかね。で、私は応用生命の森と申します。今回は昆虫と植物の相互作用という観点から皆さんにお話しますが、これ中川先生が先週お話しあったと思いますけれども、飽食の日本では食料に対する危機意識は低いと、でその重要性は認識されにくい情勢であるということは君たちもよくご存知だと思います。しかしながらですね、近い将来世界的な食料不足が予想される中、我が国の食料の確保、食料自給率の向上に向けてさまざまな社会的活動と技術開発が必要であるということは言うまでもないことだと思います。どんどん人口は増えていって、今何かの授業であったかもしれませんけれども、農業従事者の、農業に従事してくださっている人たちの平均年齢っていくつぐらいご存知ですか？そうなんですよ、60歳超えてるらしいです。っていうことは君らが今18ぐらいだと、まあ、20歳ぐらいだとしたら、10年後君たちの胃袋を支えてくれる人は70歳、70歳だったらまだ頑張って支えてくれるのかもしれないけれども、15年後どう、20年後どうなるか、誰がそれを支えてくれるのかっていうことを、君たちも考えないといけませんよね。で、例えば食料は日本が作らなくても海外から輸入すればいいんじゃないかという考え方があるかもしれませんけれども、それはその今回原発というのは非常に安全やと、で政治家たちは皆さん原発は安全だと信じていたとか言いますけれども、その技術というものは 100% 安全だというものはありえないわけじゃないですか。必ず何か起こる、その必ず何かが起こったときにじゃあどうするかっていうことをきちんと対応しておかないとダメなわけで、そういう意味ではその食料政策、今後の食料、君たちの15年後20年後の胃袋を支えてくれるものは一体何なのかっていうことを君たちが考えないで誰が考えるかっていうことですよね。で、その一方でですね、農薬は悪者だっていう話もあるわけですよ。で、農薬は悪者だっていう、おい、農薬は悪者だっていう話にしたらマスコミが飛びついてニュースバリューがあったりするわけですよね。でもそれっていうのは非常に非科学的な話だと思います、そこら辺の話は先週中川先生の話でもあったと思います。で、結局ですね、自らの安全を自らの力によって守る意思を持たない場合、いかなる国家といえども独立と平和を期待することはできない。で、ここが好きなんですが、天国に至る道は地獄に至る道を熟知することであるって言ってる人います。これ誰か知ってますか？じゃあその後ろのあなた、その後ろの彼女、君だって教えてあげて。うん、これ誰か知ってますか？知らない。その後ろ彼女、その後ろ彼女、君、今どっから声があった？そしたら君、農学部の人手を挙げてください。農学部以外の人、じゃあ文学部の人、はい、誰か。おお、さすがですね。マキアヴェリです。君子論を書いたマキアヴェリです。これ非常に面白い、非常に面白いです、この本。皆さんぜひ盛況に行って買って一度は読んでおくべき本だと思いますよ。この天国に至る道は地獄に至る道を熟知することであるというのはまさしくその通りだなと文学の彼は思いませんか？で、そういうことを知って正しい、なんていうか、正しいって語弊ありますが、考えるべきことをきちんと考えるっていうのは非常に重要なことですよね。で、僕ちゃんとここに来る直前にメモ書きしてきたんだけど、マキアヴェリってどれぐらいの時代の人かっていうのは、それ僕君たちに配ってしまって、誰かそこにメモ入ってるプリント持ってる人いない？大体どの時代の人か知ってますか？文学部の彼、そこまで知らない。
応仁の乱の後だって。応仁の乱の後で、じゃあ文学部じゃなくて例えば法学部の人いますか。法学部経済、じゃあ、彼やってたから彼どれぐらいの時代の人かって、応仁の乱ぐらいの人なんですよ。で、ですね、応仁の乱の後ぐらいに亡くなってるんだったかな。それ僕ちょっと資料を書いてきたんだけどどっか行っちゃいました。だから武田信玄とか、武田信玄が生まれる前に死んでるぐらいだったと思います。でその時代にこういうことを言ってるっていうのは非常に面白いですね。これやっぱりその大学生が一つ読んどいてほしい本であると思います。これそこに置いててくれ。はい。で、1994年の報告では、病害虫による作物の実被害率は 42.1% だそうです。で食料生産における農薬の重要性は依然として高いと。でももちろん作物によって、作物によって農薬がなくても半分以上の収率を上げられるものと完全に壊滅するものがあります。それは何か知ってますかね。君農学部だっけ。完全に壊滅するものって何？ん？米はね、結構いけますね。その後ろ彼、農薬なかったら壊滅するものなんだろう。その後ろ彼、ちょっと考えてみようや。彼女、え、小麦か。小麦も結構強いですね。じゃあ一番後ろの彼、おい君だって言ってやって。彼女、君何だと思う。もうちゃんと聞いとらな。完全に壊滅するもの何だと思う。農薬なかったら。わからない。じゃあ彼女、青野菜。ああなるほど。青野菜はでも完全には壊滅しませんね。その横の彼、桃。そうよく知ってるね。桃はね、農薬なかったら完全に壊滅。もう一つリンゴ、桃とかリンゴっていうのは農薬がないともう完全にダメですね。で、これは先ほど言いましたね。我が国の農業修行者の高齢化に伴う農作物の主力化の要請と安全意識の高揚から高性能で機能的な農薬開発が望まれていますけれども、逆にこれが強すぎて、このようなこれ強くないとダメなことは当然なんですが、このような要求を満たす薬剤の開発はやっぱり簡単ではないです。で農薬では一つの薬剤開発には10年以上の歳月と100億円に及ぶ投資が必要とされているっていうのは中川先生がおっしゃったかもしれません。で例えば今非常に重要なのは、その何でも重要なんですが、環境でどう分解されるかということや、その生体、体の中でどう分解されていってどう分布していくかというのは非常に重要な研究テーマでもあります。で今はちょっとよく分かりませんが、私は農薬メーカーに勤めてたんですけれども、例えば動物に農薬を与えるじゃないですか。開発中の農薬を与えるじゃないですか。でそれをラジオアイソトープか何かでラベルしといて、でその動物を液体窒素に沈めるんですね。ジューッと沈めるんです。そしたら完全に凍ってしまうじゃないですか。で完全に凍った動物を引き上げてカンナでスライスする。スパーンスパーンスパーンと。で放射性ラベル体でラベルしてあるので、どこに集まってるかっていうことが分かったりするんですね。ですからその生物をこんなに薄いスライスにして、それ写真を撮ってどこに放射能があるかということで、例えば脳に蓄積してるとかどこに蓄積してるとかっていうのをいちいちやるわけですね。である程度の代謝物が分かってくると、その代謝物を大量に合成して、でそれを食わせてその毒性を見たりするんです。でなかなか大変な作業です。で、そういうことで10年以上の歳月と100億円に及び投資が必要とされているわけです。ではじゃあそれをもうちょっと簡単にできないかっていうのが、その私が考えていることで、農薬の低コスト化を目指した農薬開発の効率化に向けて、
そのもうちょっと学べるところがないかっていうところですね。でその進化的生態学的に合理的な害虫のウィークポイントに着目した研究を自分ではしているつもりです。で、それはですねどういうことかっていうと、概念的には植物が繁茂してきたのっていうのはどれぐらいかっていうと、だいたいこれぐらいらしいんですよ。白亜紀らしいんですよ。白亜紀の恐竜が闊歩してるときに皮脂植物の主要なグループはほぼ出揃ったらしいんですね。で、その花を持つ皮脂植物の繁栄とともに昆虫も爆発的に多様化していったわけですね。花を持つ植物が白亜紀に、だから考えてみると非常に愉快ですよね。そのティラノサウルスとかあそこら辺が闊歩してるときに植物は大繁栄の時代を迎えてるわけですね。で、それに呼応するように昆虫も爆発的に多様化していったわけです。で、すなわちその昆虫と植物は食う食われの関係をこの時代から気づいてるわけですね。で、これに対して人類が作り出した農業生態系の歴史っていうのはせいぜい1万年前だそうです。ということでもうちょっとこの1億年ぐらいの歴史に学ぶことがあるんじゃないだろうかっていうのが私のスタンスです。で、その、そういう歴史あるものに学べば環境的にも安全なものができてきてもいいじゃないかということですね。で、特に注目しているのは植物の免疫機構、すなわち誘導抵抗性です。で、君らは植物の抵抗性というのはどれぐらい関心があるかちょっとよく分からないですけれども、植物って見てみるとそこから動けないじゃないですか。そこから動けないくてこうやられっぱなしになっているのかもしれませんが、実はそうじゃなくていろんな刺激に対していろんなリアクションをしているっていう話を今日紹介させていただきたいと思います。で、そこから何か使えるものはないだろうか。それ使うことは実際難しいんですけれども、そういうことを考えています。ということで、昆虫と植物の、昆虫と植物の相互作用です。私も麻藤先生と一緒で、応用生命科学専攻の科学生態学分野の准教授です。で、今日紹介させていただきますのは、USDA、アメリカの農務省のアグリカルチャルリサーチサービスっていうところの研究も若干紹介させていただきます。僕ここに行ってたんですね。で、お話しさせていただくトピックスは6つの予定ですが、時間の関係でどうなるか分かりません。で、昆虫の唾液成分ボリシチンというんですが、それをめぐる食食者植物天敵の相互作用、植物に誘導される関節防御反応という、昆虫にとってボリシチンの生理的意味は何か、その構造活性相関、昆虫由来の植物エフェクター、カイコとクワ、ヤドクガイ、これはちょっと余談ですが、これは僕らの研究室でやったヤドクガエルの毒の起源は一体どこにあるかっていう話ですが、ここまで、話せるといいと思ってます。さて、ですね、一番最初にお話しするのは、君たち、小学生の頃とか虫取った経験のある人どれぐらいいます？ちょっと手挙げて。あ、結構いますね。じゃあ一番最初に手挙げてもらった君、何取ったの？そんな感じ。他に取ったことある人誰かいない？何人か手挙げてたけど、トンボバッタ以外に、それ飼育したことある人、例えばイモムシを取ったことある人誰かいませんか？取ったことある、それ飼育したことある、飼育したらどうなった？蝶になった？あ、本当？何匹も飼育した？そうですね、なるほど。全部蝶になった？もし君たちもしよかったら、大学校内でもいいですから、イモムシ見つけたらイモムシちょっと飼ってみてください。で、イモムシ捕まえたらそこの葉っぱも一緒に取ってくるんだよね。で、なんかカップに入れてずっとそのイモムシがその葉っぱをかじってくれるはずですから、その葉っぱがなくなったらまた大学のその捕まえたところの葉っぱをまたちょっともらってきて、それを入れて補充して育ててみると、そうするとどんどん大きくなっていって、
で運が良ければちゃんとサナギになって浮かして蝶なりガンなりするんですが、それをちょっと この夏の一つ あの楽しみでやってみてください。でも案外ね、途中で死ぬんだ。でどうしてかって言ったら、幼虫がでかくなるよね。幼虫がでかくなったら中から蜂とかハエが出てくる。でそれは何かって寄生してるわけだよね。で青虫とか野外から取ってきたら大抵は寄生してされてて途中で死んでますよ。ですから君らが小学生とか中学生、まあ小学生ぐらいかな、小学生の頃野外でひらひら飛んでた蝶っていうのはそういう寄生から逃れてるもんなんだよね。で それは結構少ないんだ実は。でそういうことも分かるんですよね。野外から取ってきたイモムシっていうのはどれぐらい寄生でやられてるかっていうのは結構高確率でやられてます。で翻ってみると、じゃあここに面白い問題はいくつか含まれてて、昆虫にも免疫系ってあるんですね。君たちの体に、まあ君たちはイモムシじゃないんですが、君たちの体に卵を産みつけられるわけじゃん。そうすると僕らは免疫系が働いて異物を排除していきますよね。異物を排除する免疫系が働きます。で、イモムシにもそういう異物を排除する系が当然あるわけです。でもある、蜂は寄生できる蜂とかハエはその免疫系をかいくぐることができるんですね。だからその蜂っていうのは、その蜂っていうのはどの虫にも卵を産みつけることはできない。その免疫系をかいくぐれることができるっていうのはある程度スペクトラムは限られているのが一般です。でそこにも非常に面白い話があるんですが、今日はそういう話ではなくて、じゃあそうやってそのイモムシが葉っぱをかじってるところにこうやってこの場合蜂ですね、蜂がやってきてブスリと突き刺してるわけですよ。でイモムシはこれトウモロコシの葉っぱなんですが、その葉っぱをバリバリ食ってるとこの蜂がブーンとやってきて、イモムシがいたらブスッと突き刺す。でこれ見てるとすごく面白くて、蜂はもうお腹曲げていかにも刺すよっていう形でじっと待ってる。でそこにイモムシがやってきたら、もう蜂とイモムシの大きさってね、イモムシの方がやっぱ若干大きい。だから蜂も結構必死なんだよね。でいつも蜂が卵を産むのに成功するかって言ったらそうでもない。イモムシは蜂だって分かるとベッてこう唾を吐き出したりするんだ。そうすると触覚とかにつくんだよ、ベッてつくんだよ。で蜂ってもう こんな数ミリだよ。でその蜂がパーって逃げていって、その汚された触覚とかを一生懸命こう脱ぐ姿とかが見えて非常に面白いです。でそれは余談なんですが、じゃあこの蜂はどうやってこのイモムシを見つけてるかっていう話で、その USDA の、私のボスのジム・タムリンさんっていう人は面白い研究をしました。どういう研究かっていうと、全然ダメージを受けてないトウモロコシっていうのはあんまり匂いがない。でそこにダメージを人間が紙ヤスリとかカミソリとかでダメージをつけてやって、そこにバッファーを塗ってやってもそれはコントロールとあまり変わらない。でもトウモロコシが、これ白いちもじおとっていうイモムシなんですが、そのイモムシに食われるとすごい変わるんだ。傷ついただけではほとんど変わらない。でもイモムシに食われたらむちゃくちゃ変わるんだ。でここで面白いのは、君ら小学生、まあ、今でも一緒やわな、その虫葉っぱをさ、こう雑草を取ると青臭い匂いするでしょ。あれっていうのは青葉アルコール、青い葉っぱのアルコールっていう化合物で、C6 化合物なんですけれども、そういう匂いとも違う。どちらかというとすごく甘い、いい花のような香りです。でそれを分析してみるとこんな化合物ですから、ここで何を言いたいかって言ったら、ダメージ、僕たちが葉っぱ草を刈るときに嗅ぐような青い香り以外の甘い花のような香りがこの白いちもじおとうに食われたトウモロコシには出してくるっていうことですね。でこういう現象を見つけて、このこういった揮発成分を利用して、このイモムシ、この蜂はイモムシに食われている植物がそこにあるっていうことが分かって、プーンと飛んできて
物理と刺すと。でここにはこの点滴の学習っていうものがあることが分かってます。ですからこういう植物から出てくる匂いじゃなくてバニラの匂いとかそういうので学習させてやったらバニラの匂いに向かってこいつはそこにイモムシがいると思って飛んでくるんですね。ですから僕らが思ってる以上に昆虫っていうのは賢い、僕らとはちょっと違う方法論の賢さなんだけれども非常に面白いあの賢さを持ってるわけです。だからこういうかも、こういうものが出てくるっていうのは実は植物が自分がイモムシでに食われてるっていうことを認識してる、ちょっと語弊が、言い方としては語弊があると思いますがそういう認識機構があるっていうことをこの結果物語ってるわけです。それはこれですね、葉っぱがあのイモムシバリバリ食われると自分は食べられてるってことが分かるっていう話です。でここにグリーンリーフボラタイルズって書いてありますがこれがその青臭い匂いの正体がこれですね。はい、でそれ以外にこんな化合物が出てきますというお話です。でここでですね僕アメリカ人はすごいなと思ったのはじゃあこういう揮発成分をイモムシが食われることによって出てくるそのメカニズムは何だろうかっていうことで幼虫の先ほど言いました天敵の、蜂が来たら唾液をペッて出すって言ったでしょ、その唾液に注目したっていうのがそのアメリカ人のすごさですね。徹底的に解明してやろうという。でこれちょっと見えないかもしれませんがこれイモムシです。でイモムシの頭をツンツンって叩いてやると唾液出すんですね。でその唾液をむちゃくちゃ集めたんですよ。イモムシの唾液をこれぐらい集めたんです。こんな集めた。でそれはアルバイトの学生に来る日も来る日もこれやらせたわけ。来る日も来る日もこれで日本だとなかなかアルバイト例えば学生にですねイモムシの唾液集めろって言ってもですねなかなか集めてくれないと思うんですがそこら辺アメリカの USDA はすごくシステマティックでイモムシを飼う人育ててくれてる人こういう唾液だけを集める大学院生でも全部こう分業されてるんです。ですから唾液だけで数リットル集めるってことは必要なんです。可能なんですね。これ多分日本で君ら将来何年か先3年ぐらい先に研究室行った時にイモムシの唾液集めろって言って何リットル集めなさいって言ってもなかなかそれできないと思いますね。それイモムシそんないっぱい どうやって育てるんかっていうところから始まるわけですから。でじゃあイモムシ集めて何したかって言ったらでトウモロコシをここら辺まで育てたトウモロコシを地上部を切ってでバッファーに溶かしてそのバッファーに1ミリもないですよ750マイクロリッターぐらいのバッファーに溶かしてそこにこの唾液をほんの1マイクロリッター入れてやったんですね。で、吸わせてこういう筒に入れて、光を当てて、ここで整合性された匂いはこっちからきれいな空気を流してってます。こっちからきれいな空気を流してやっててここにちょっと見えるここにフィルターがあるんですがここに先ほどのような匂い成分をトラップするものがあるんですね。でこの匂いをトラップした後ここから有機溶媒でジクロロメタンという有機溶媒でこれをリンスしてこの吸着された成分を、脱着させて溶媒に溶かしてちょっとさっきのに戻りますがガスクロマトグラフィーという機械にかけるとこういう形で分析できるわけですね。でさらにマススペクトルっていうもの機械がありましてその機械っていうのはこういう各化合物を壊してくれるんですね。電子線を当てて壊すんです。化合物を電子線当てて壊すんです。そうすると化合物ごとに壊れ方が違うんですね。そういう話っていうのは多分聞いたことがないと思いますから簡単に申し上げますと例えば僕だったら僕に電子線がバチンと当たるとするじゃないですか。そしたらまず手が切れる首が切れる足が切れるっていう壊れ方するとして、ね、で今その前に座ってる彼に電子線を当てやるとまずは首が切れて足が切れてっていう化合物によって壊れ方が違うの。こういう化合物によって分解の仕方が違う。その分解の仕方のプロファイルが指紋のように考えることができるわけです。でその分解の仕方によってこういう化合物だっていうことが推測されるわけですね。でも最終的にはこういう化合物を全部合成してその壊れ方が完全に一致するかどうかっていうことまでやってこういう化合物が決まっていくわけです。
で、また全然話は変わりますけれども、君たちこういう化学物質はこういう形だっていうことを僕らはスパーンって言いますけど、高校の教科書にもそう書いてありますけれども、そんなん誰が 見たんやっていう話になるじゃないですか。誰も見れないものを見たようにこうやって書いてるっていうところに、そのケミストリーの面白さっていうのがあると思うんですね。それをどうやってその構造を決めていくかっていう話は今日しませんが、どうやらそこには面白い話が潜んでるらしいっていうことは伝えておきたいと思います。それで、唾液を集めてここにくれてやって、植物に吸わせるとどうやら匂いができるらしい。これはだから実際のイモムシの食害をミミックできたことになりますよね。イモムシの食害をミミックできたことになります。で、これはあのアメリカのチームの成果なんですが、最近ですね、ドイツのマックス・プランク研究所っていうところがさらにグレードアップしてですね、イモムシの、葉っぱを少しずつ食べるじゃないですか。で、それをミミックしたロボットを作ったんよ。ミミックしたロボットを作った。で、それ なんて言ってたかな、ワームロボだったかな、まあちょっと忘れましたけど、イモムシがゆっくり噛んで植物にダメージ与えるのと同じ形でダメージ与えるっていうロボットを作ったんですね。で、そういうロボットを作って、こういう研究っていうのが、こんな感じで食わせていくわけですよ、ロボットに。で、植物がどう反応するか、どう変化するかっていうのを見てるわけです。まあそれも余談なんですが、じゃあこの唾液の中からこういう揮発成分を誘導する化学物質があるっていうことが証明できたわけですから、この中にはその化学物質を誘導するやっぱり化学物質が含まれてるはずだよね。だからこの中からこんなに集めてきた、何リッターも集めてきたその唾液から活性成分、トウモロコシに与えてやって、揮発成分、ここに書いてありますような1,2,3,4,6,5,6,7,8、こういう揮発成分の放出を促すような化学物質は何かっていうバイオ圧生系を確立して、その唾液を分離していくわけです。唾液を分離してきました。そうすると最終的にはこういう ABC のいくつか ABC のピークに分けることができて、それをトウモロコシに加えてやったら、この B っていう化合物だけがこの揮発成分の放出を誘導するということが分かったわけですね。で、結局その B っていう構造は何かっていうと、今日は詳細は申し上げませんが、こういう化合物でしたっていうことです。で、皆さん今こういう化合物を見てもピンとこないと思いますが、これ C がですね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 あります。 C18 の脂肪酸って言ったら何か分かるかな。 この列の一番後ろの彼、その前の彼女、あの脂肪酸で吸ってる脂肪酸の名前を挙げてみてよ。その前の彼女、その前の彼、マスクの彼、脂肪酸、知らんか。C17 の脂肪酸、そう、なんとか酸ってやつや。その前、リノレン酸。リノレン酸ってどんなもんや。その前、他に挙げてみて、知ってる脂肪酸、知ってる酸挙げてみて。じゃあリノール酸、リノ、彼今リノレン酸って言ってくれたんやったっけ。リノレン酸、リノール酸、その前、彼、君、ステアリン酸、お、よく知ってない、はい、知らない、君、一番前の君、オレイン酸、ああ、なるほど、うん、それぐらい出てくればいい。これはリノレン酸です。リノレン酸の大事なところって、 C が18個で二重結合が3つあるところ、了解。 C が
C が18個あって二重結合が3つあるのがリノレン酸で、2つのがリノール酸です。よろしいですか。だからこれがリノレン酸ですよ。これ僕ら作ることができないよね。だから必ず植物から取らないといけない必須脂肪酸ですよ。でこっち側何かっていうと、こっち側何か分かるかな、彼これアミノ酸ね。COOH があって C があって NH があるでしょ。これアミノ酸なんですけれども、アミノ酸で知ってるアミノ酸あげてみ。システイン、その後ろ、彼女、君が食べてるかもしれないアミノ、食べてるかもしれないアミノ酸したら絶対食べてるもんね。化学調味料になってるアミノ酸ってなんだ。知らない。その後ろの彼、おい彼、化学調味料になってるアミノ酸知ってる。うん、君、白い君、そう、グルタミン酸。これグルタミンです。でリノレン酸とグルタミンの縮合物、これアミドっていうんですが、縮合物で、そのリノレン酸の17位、ここから数えて17番目の炭素が水酸化されてるっていう、こういう化合物を見つけて、これ私の同僚だったハンス・アルボーンっていうスウェーデンの人がサイエンスに出しました。で昆虫由来の唾液に含まれている化学物質が植物に生理的変化を及ぼす、それ昆虫由来のエリシターとしては、低分子のエリシターとしては世界で初めての化合物です。でそれがサイエンス誌に出ました。はい、っていうことで、どうやら昆虫の唾液っていうところに、昆虫の唾液には植物に生理作用を引き起こすものがあるらしいということが分かりました。で同僚のですね、コンスエラーっていうなかなか美人のブラジルから来た人は生態学者ですね。でその人は畑でこんな実験しました。ですね、これちょっと見えにくいかもしれませんが、ヘリコペルパゼアっていう虫とヘリオシスブレッセンスって、これヤガ科の蛾なんですけれども、非常によく似てます。非常によく似てて、似てますが、ここの寄生蜂っていうのは今蜂に卵、蜂が卵を産もうとしてますが、これ比較的大型の蜂なんですよ。結構でかいっていってもこんなもんなんですけれども、でそれをカルディオキリスナイグレスプスっていう蜂なんですが、それはこいつのスペシャリスト、ヘリオシスビレッセンスのスペシャリストなんです。でヘリオシスビレッセンスに卵を見つけると、その卵はこのイモムシが持ってる免疫系をかいくぐって、で、イモムシがどんどんでかくなっていくじゃないですか。でかくなってそろそろサナギになるかなと思うと、卵を、中を食い破って、蜂のサナギが出てくるわけですね。なかなか非常に面白い場面でもあります。ところがですね、このカルディオキリスナイグレスプスっていうのはヘリコペルパゼアに卵を産んでやっても、これの免疫系に負けちゃって卵は殺されちゃうんですね。でもここに非常に複雑な分子レベルでの攻防がそこには隠されているんですが、まあ面白さといえばこいつがこいつのスペシャリストであるっていう点ですね。で化学物質、昆虫の唾液にその化学物質がある、化学物質が含まれてて植物がそれに反応するんだったら、これはこいつに食われた植物とこいつに食われた植物っていうのを区別できるのかっていうふうにコンスエラーは考えたわけです。それで生態学者である彼女は結構広い畑にですね、ある地点にはヘリコベルパゼアを、ある地点にはヘリオシスビレッセンスを、で自分が分かるように置いといて、で逃げないようにシャーレで置いといて、シャーレ内でタバコとかを食害させたわけですね。でセッティングした、全部セッティング終わってから比較的大型っつっても小さなイモムシにでっかいリボンをつけて、そのイモムシを離して走り回ったわけですよ。でそのイモムシはちゃんと自分の卵が産めるビレッセンスが食っている葉っぱに行けるかどうか、
ヘリコベルパジアに食われている葉っぱに行っちゃうと、そこに卵を産んでもその卵は孵化して祖先を、子供を作れないから、そのエネルギーは無駄になるよねっていうところに注目しました。で、なかなか面白い話です。で、そのイモムシを植物に与えてやって、コンセーラーはリボンを目がけて走り回ってたわけですね。で、結局ちゃんとここに出てますように、自分が卵を産めるヘリオシスブレッセンスをどうやら選んでるらしいということがクリアに分かりました。で、こっから彼女の偉かったところ、ここまでは僕でもまあそんなもんやろうと思ったんですけど、こっから彼女が偉かったのは、じゃあこの虫を次外したわけ、畑に行ってさっきまで食わせてたのを、芋虫を全部取っ払って、その中で蜂をまた離してやったわけ。そうするとどうなったかって言ったら、やっぱりビレッセンスを選べたわけだよね。っていうことは、こいつを探すために芋虫は必要じゃないっていうことが明確に分かります。植物から出てる匂いだけで、例えばタバコだったら、この先ほどのカルディオキリスナイグレスプスっていう蜂は、自分が卵を産めるヘリオシスビレッセンスにやられた植物と、卵を産めないヘリコベルパジアにやられた、食害された植物をちゃんと区別することが分かるということが言えるわけですね。さらにこの食害、さっきシャーレに挟んで食害させたって言ったでしょ。ですからこのイモムシは自由には食害できなかったわけですね。ですから食えたのはこことここの葉っぱだけなんですよ。でコンセーラーはさらにこの食害用も切ってやった、健全な葉っぱだけにしてやった。それでもう一回蜂を飛ばしたわけで、ここも賢かったですね。でこれで面白かったのは、やっぱりヘリオシスビレッセンスにやられた健全な葉っぱだけの匂いでも、ちゃんとカルディオキリスナイグレスプスっていう天敵の蜂はそっちに行くことができたっていうことが非常にクリアカットに分かったわけですね。でそこで彼女は、これタバコの揮発成分なんですが、ヘリオシスビレッセンスに食われたタバコの匂いと、ヘルコベルパジアに加えた時に出るタバコの匂いを比較したわけです。そうするとそのパターンが違うっていうことを、彼女はそう考えて、でダメージを受けてないタバコはほとんどそういう匂い出ないんだよね。ヘリオシスビレッセンスとかヘリコベルパジアにやられると、ほとんどダメージを受けてない植物からはほとんど検出されてないこういった化合物がデーッとこう出てくる。でさらにビレッセンスに食われたパターンとジアに食われたパターンではどうやら違うらしいと。でそのカルディオキリスナイグレスプトスっていうのはこの違いを認識してるんではないかっていう論文をまとめました。でこれはネイチャーに掲載されましたね。でもう一人のポール・パレっていう人は何したかっていうと、これはアメリカの人です。ポール・パレっていうのはこれは非常に面白い研究をしましたね。じゃあそういった匂いが出る、イモムシに食われると特異的な匂いが出るってことが分かった。さらにその特異性っていうのは、イモムシの種類が変われば出てくる匂いもどうやら違うんかもしれないってことも分かった。じゃあ次はその匂いってどうやって出るのっていう話です。で彼は非常に頭がいい男で、でこういう閉鎖系の、これでもでかいんだよ、 これぐらいあるんだよ、これぐらいのものを特注で作って、そこに植物を入れておいて、トウモロコシとかタバコとか入れておいて、でこっから空気を入れるんですが、空気を入れるときとカーボン13でラベルした CO2 をわざと入れられる、これスイッチできるようにしたんだよね。空気を入れるラインと、空気じゃなくてカーボン13でラベルした CO2 と窒素を4対1にした、人工的なガスを入れるような形にしました。で常にこっからのガスの方を陽圧にして、ここからプクプク水を入れて、ここからプクプク出させるようにして、ここから先ほど あのフィルターで若干弱くここから引いてやって、この植物から出る揮発成分をこのフィルターでキャッチしてやって、ジクロロメタンで溶出させて、そのジクロロメタンを先ほどの機械に入れたわけですね。ですからここから分かるのって、その植物から出てくる匂い成分というのは一体どのタイミングで作られたかということを注目したわけですね。
前から作られたものが出てきているのか、それとも光合成でこの CO2、C13 でラベルした CO2 を使って合成してくるのかっていうことを見たわけです。これ非常に、これ賢いやり方ですね。これ非常に賢いと思いました。感心しましたね。したら、先ほど出てきたあの化合物の一つに注目したんですね。でカーボン13、普通炭素って12だよね。普通炭素は12です。 C12 のカーボンを食わせてやった時に、与えてやった時にそこに幼虫で食害されて、そこから匂いが出てきた時にこの化合物っていうのはこういう壊れ方をしました。こういう壊れ方をしました。ところが CO2 をパルスで CO2 に切り替えてやったわけね。 CO2 を切り替えてやった時にこれと同じ、ピークをまた電子線を当てて分解させてやったら全然違ってたわけや。151で出るところが157で出てきたわけですから、これは6個増えてるってことは分かったわけです。6個増えてる。でさらにこのカーボン13のラベル の CO2 を与えるのをまたこいつに戻してやったわけ。もう一回戻してやったらまたこいつに戻ったわけで、これは何を意味してるかって言ったら、何でしょう、君、これは何を意味してる、君、もし君はこの実験を考えてこういう結果が出たら、そこから君はどう言うの？今誰が答えてる？あ、はい、じゃあ君でいいや。はい。うん。うん。入ってる。C12 から C13 に変えたから C13 が6個入ってるところでね。その通り。それは一体何を意味してるの、その前の彼。え、そう、じゃあもうちょっとかっこよく言うとしたら、その前の君、この列には君しかいないから。そう、その2人が言ってくれたことまさしくそうなんだ。っていうことは、僕この話をする前に君らにどういう問いをしたかって言ったら、さ、こう植物が芋虫によって食われて出てくる匂いは蓄えられてたのか、食われたっていうことを認識してその時に合成しだしたのかっていう答えは、じゃあ何なん、彼、質問の意味分かる？え、そう、あの本当は彼やってたんだけどそう、これは芋虫に食われ始めたらその時に与えられてた CO2 で積極的に作ってたってことだよね。もし以前からストアされてたもので匂い出すんだったら、ここではその CO2、 さっきから言ってくれたけど6個入った C13 が6個入った化合物で絶対できないはずだよね。その前から蓄えられたものを放出してるから。でもう一回戻して1時間後にこれもう1C13CO2 から元の空気に戻して1時間経ったらもう一回これに戻るわけでしょ。だから食われたらその時に積極的に作ってるってことが分かったわけです。ですから僕らにとって植物っていうのはそこから全然動かないし、虫に食われても食われ放題のように見えるけれども、実はそうじゃなくて、その内側ではですね、すごいドラスティックな変化が見えてるっていうことがこれで分かったわけですね。これもネイチャーですね。これは非常に驚きました。今はどういう遺伝子が発現して、どの酵素系が働いてるかっていう方に研究は進んでます。でこれはあの先ほどちょっと言いましたけれども、先ほど同じ話です。これ綿でも同じことやったんですけれども、これさっき言いましたから簡単に言いますと、
ここに綿のここにサーレで虫を閉じ込めて、サーレをこう葉っぱをシャーレでサンドイッチしてやって、そこに虫を入れて、その食われてるっていう情報がこっちの健全な葉っぱ、食われてない葉っぱに行くかどうかっていうことを見た話ですね。もうこれはもう皆さんに答え言ってるわから、この健全な葉っぱにも食われてるっていう信号は送られて、そこから揮発成分が出てるって話です。ですからこれこそがですね、この反応は植物の誘導抵抗性、ある意味植物の免疫反応である。全然やられてないところにも今自分は食われてるよっていう命令が言ってるわけだよね。でここではせっせと自分は食われてるらしいから揮発成分を作りましょうという流れで揮発成分を作るっていうことが証明されました。それは次のスライドなんですが、このようにコントロールではほとんど出ない揮発成分が健全葉からも出てるっていうことですね。健全葉からも出てるっていうことですね。芋虫でやっても同じです。食われていない葉っぱも自分は食われてるっていうことが分かって、自分の体の一部が食われてるっていう命令がそこに行ってることが分かってるわけですね。ですから一番最初に僕植物の免疫系っていう話しましたが、ここが非常にこう誘導される防御機構、まあ、ある意味での免疫系って言ってもいいんじゃないかというところです。でここはですね、これはまた先ほどと同じ条件なんですが、同じ話なんですが、ここはちょっと、注目したのは実は芋虫の方ですということですね。先ほどと同じように、カーボン13でラベルした CO2 をここから入れてやって、でその時の芋虫の唾液に注目したということです。で先ほど申し上げましたように、その芋虫の唾液にはこのリノレン酸、これボリシンっていうんですが、ボラタイルをエリシットする化合物っていう意味ですね。ボラタイルをエリシットする化合物っていうことでボリシチンっていうふうにハンス・アルボーンは名付けたんですが、 C18 のリノレン酸の17位が水酸化されてグルタミントの宿合物です。で、じゃあこう芋虫の唾液にはこういう化合物があるんだったら、これは一体なぜ芋虫が、これは一体どう芋虫の中で作られてるんだろうかというふうに考えました。でちょっと詳しいことを言ってもわからないかもしれませんが、この部分で切るような形にしてこっちの部分とこっちの部分を別々に分析してみると、こちらっていうのは先ほどと同じようにですね、カーボン13でラベルした CO2 入れてやると、芋虫の唾液成分にあるこのリノレン酸っていうのはむちゃくちゃラベルされてることがわかります。っていうことは、芋虫の唾液中にあるこのボリシチンのこのリノレン酸部分っていうのはどうやら植物由来らしいと。でこのグルタミンっていうのはほとんどラベルされてないわけですから、で植物のグルタミンを取ってきてマス実施マスで分析すると146とか7とか8とか見えて、やっぱりカーボン13でラベルされてるんですが、こちらの方はされてないと。っていうことはこっちの部分は植物由来で、こっちの部分は昆虫由来だろうということが分かった。ですからこれ色を変えてあるんですけれども、こちらは植物の部分、植物から取ってきたリノレン酸で、こちらは自分が持ってたグルタミンです。でそこで僕は何をやったかって言ったら、じゃあ昆虫にとってそのボリシチンっていうボラタイルをエリシットする化合物っていうのは明らかに自分の生存にとって不利に働くよね。究極的にはその化合物、その匂いを利用して天敵がプーンってやってきて自分に卵を産みつけるんだから、明らかに自分に不利に働きます。そうするとどうしてその1億年ぐらいの歴史がある中でこんな自分に不利に働くものを持っているのかっていうふうに思うじゃないですか。ですから僕は植物の研究じゃなくて昆虫にとってのボリシンのその生理的意味っていうのを僕は担当しました。でまず皆さん、カイコって解剖したことありますか？君ある？カイコ。彼女ある？カイコ。虫って解剖したことある？彼女。その人の彼女。これは解剖した図です。で、これはハスモンヨトっていう虫を解剖したんですが、これってね、もう歩く胃袋。もうイーティングマシーンですよ、イーティングマシーン。もうほとんど胃袋。で、ここをソノーって言います。その脳があって、中腸があって、後腸があって、
その外側に血液があって、その外側に皮があるんですが、これがその断面図です。これは全部だから腸管の中身だよね。腸管の中身があって、その外側にペリトロフィックメンブレンという膜があって、そのさらに外側に腸管の組織が、ミッドガットティッシュというのがあって、そのさらに外側に昆虫というのは開放血管系ですから血液があって、そのさらに外側に皮があるわけです。で、これ断面があって、でちょうどその時にドイツのマックス・プランク研究所っていうところが、ボリシチンっていう化合物は腸管の中に住んでいる微生物がそれを作ってるんだっていう話をしてました。だからこのガットコンテンツにはもちろん無数の微生物がここに住んでるわけなんですが、その微生物がその先ほどのボリシチンっていうのを作ってるよっていう説を出してました。で僕らはまあそうなのかなと思いながら聞いてたんですが、まあ一回やってみようということで、イモムシを解剖して、このガットコンテンツっていうのとミッドガットティッシュっていうのとその間のペリトロフィックメンブレンっていうのを取ってきました。でこれをバッファー中に入れて、そこに簡単にリドレン酸とグルタミンを入れて、6時間4度 C で反応させてやりました。これ普通4度 C では反応させないんです。室温でやるのは普通なんですが、4度 C で やったのはなぜかって言ったら、一応その微生物だっていう説があったので、その微生物の働きを抑えるために低温でやってみたんです。でこれで果たして先ほどのボリシチンができるかどうかっていう研究をしたわけですね。で、十分反応させてから熱処理して酵素を失活させて、ホモジネとしてぐじぐじ潰してやって、遠心で回して、その浄成液を分析しました。でコントロール実験としては、ここら辺の組織、ミッドガットティッシュとかガットコンテンツとかペリトロフィックメンブレンを熱処理して、前もって熱処理したものをコントロール実験としました。だからそこで酵素とかを全部殺しておいたわけですね。でそれで分析した結果がこれです。でちょっと君たち難しいかもしれませんが、液体クロマトグラフっていう機械があって、ですから君たちをすりつぶしてですね、君たちをすりつぶして、その体の中にある成分は一体どんなものだろうかっていうのを分析できる機械があるんです。でそのカラムっていうものがありまして、そのカラムの中に化学物質の混合物を入れてやると、それどこの理系の学部だったらどこでもやると思いますが、農学部の応用生命だったら必ずやるんですけれども、化学物質によってその筒を通るスピードが違うんですね。化学物質によってその筒を通るスピードが違ってて、そのスピードの違いによって化学物質を100%ピュアにすることができるわけです。ですからこれに対して、例えばこれに対してこれは若干早いし、これはもっと早く出てきますよっていう意味です。これで化合物を生成していくんですが、まあ何か化学物質を分析できるらしいというふうに理解しておいてもらったらいいと思いますが、ドーピングテストって聞いたことあるでしょ。オリンピックとかでよく問題になる。でそこでおしっこ取るわけじゃない。でおしっこ取って、それをこういう分析装置にかける、すぐかけるんだ。でそうすると、例えばこのピークが出てきたら、あこれはステロイドなんとか剤だって言って失格になったりするわけよ。で、こういう分析系っていうのは非常に発達してるわけですけれども、ここで分かったのは、熱をかけたミドガットティッシュではできなかったこの406っていうものとか422ってこの2つの化合物が出来上がりましたってことが分かったわけですね。でこの406っていうのは N15 がラベルされたリノレノイルグルタミンや、リノレン酸とグルタミンの宿合物が406に相当するし、それがさらに17が水酸化されると、ここからプラス16になるわけですから、422が確かに見えたと。その化合物の体重と僕らが予想した化合物の体重、これモレキュラーウェイトがあったわけですね。でこの406リノレノイルグルタミン、 N15 がラベルされたリノレノイルグルタミンに相当する406とかプラス16の422っていうのは、熱をかけたミッドガットティッシュにはちゃんとできないから、これはミッドガットティッシュで作ってるんではないかという話になるわけです。で微生物がたくさんいると思われてたガットコンテンツにはこういう差は出なかったので、
ガットコンテンツではなくて長官の組織の中で作ってるんではないかという話になったんです。でさらにそれを確かめるために先ほどこの 422.5 っていうのと 406.5 っていうのを取れたわけですが、その化合物にさらに電子線を当てて壊すわけですね。そうすると、これはこのアミド結合のここが切れてこういう146っていうものが出てくるわけです。でその壊れ方によってこの化合物が同定されるわけですが、この146っていうのはこの 422.5 からも出てくるし 406.5 からも出てくる。で 146.1 っていうこれはこれに相当するから、やっぱり、先ほどのこの化合物は確かにボリシチン関連化合物だっていうことが言えるわけです。ですから腸管内腔にいる微生物ではなくて虫そのものが積極的に作っているということが分かりました。でこれはこれはさらにですね、同じようなことをして、先ほどの酸素17位が酸化してた酸素というのは一体どういう形で入るかというので、窒素と酸素 18O2 安定同位体でラベルしたこの、 ガスの中で芋虫を育てて、その腸管内容物を先ほどの LC マスで分析すると、確かに、非ラベル体からプラス2増えた423のピークが検出できたので、あの酸素っていうのは17位が酸化された酸素っていうのはどうやらそのガスの酸素が導入されていったらしいということも分かったわけです。で、まあこれはその分解のされ仕方で同じことを言ってるわけですね。ちゃんと2増えてると、16の O が入った時には421.26 だけれども、18O が入った時は 423.25 だっていうことですね。で君ら、あなんだそんなもんかって思うかもしれないけれども、分子量のですね小数点2桁が分かるってこれとすごいことなんです。分子量のそのこの 421.26 とか 423.25 が測れるっていうのはこれなかなか素晴らしい技術なんですね。そういう意味ではその分析機器っていうのは非常にこう高度なものです。でまあ、この壊れ方から確かにここに 18O が入っているということは分かったわけです。で現在ですね、さらにその腸管からリノレン酸とグルタミンを縮合する酵素っていうのがある程度我々のグループによって分かりつつあって、今その塩基配列を読んでいるところです。これはまだちょっと まだ完成してませんね。ではですね、そのいろんな虫で、このボリシンルーエン体、ボリシンルーエン体っていうのはファッティアシッドとアミノアシッドコンジュゲイということで、ファッティアシッドアミノアシッドコンジュゲイ FACS っていう総称されてますが、その FACS には一体どんなものがあるかっていうんで、いろんなところからこういう芋虫を捕まえてきて見てみると、グルタミン縮合物とグルタミン酸縮合物がありました。他のアミノ酸は一切ないんですね。これグルタミンとグルタミン酸しか見つからなかったわけです。それで、リノレン酸部分はまあ共通なので、僕らはこれのグルタミン、グルタミン酸、リノレン酸っていう同体をカーボン14のラベル体で追いました。これちょっと難しくなるかもしれないので、簡単に説明します。でカーボン14でラベルしたリノレン酸をイモムシに与えて、そのイモムシを半分にスライスして、ここの写真を撮ったオートラジオグラムはこれです。イモムシとさっきラットとかを液体窒素につけて半分にスライスして写真を撮ったって言ってましたよね。それと同じことをイモムシでやったわけです。 それでこれがリノレン酸、これはグルタミン、こっちはグルタミン酸なんですけれども、食べたその直後っていうのはここら辺の素のっていうんですけど、ここら辺にラジオアイソトープが蓄えられていることがクリアに分かりますね。でこれが時間を経つにつれてこの腸管の中をゆっくり移動して、この時間帯になると腸管のもう外側に行ってることが分かりますね。これは腸管から吸収されて血液に行ってるっていうことがクリアカットに分かるわけです。でここら辺になったらもう腸管にはほとんどなくても外側に全体的に広がってます。でリノレン酸はこういう動きをしました。それに対してグルタミンはどうかというと、グルタミンはここで食べさせた直後にはその脳にありました。ここにもその脳に溜まってます。でも30分後にはもうこういう、リノレン酸でいうと180分直後のように体全体に広がっていることが分かりました。これはどういうことかというと、リノレン酸と違ってグルタミンというのは一気に血液まで行くということですね。一気に血液まで行く、非常に早い吸収だということが分かるわけです。でそれに対して
グルタミンとグルタミン酸っていうのはこの部分が違うだけですね。この部分が違うだけです。こっちが NH2 に対してこっちが OH ですが、この部分が違うだけなのに、こっちグルタミン酸っていうのはそんなに早い吸収ではありません。リノレン酸のようにゆっくりと腸管を移動して、グルタミン酸として存在することが分かったので、グルタミンだけがですね30分でもう血液中に動くということが分かったわけですね。グルタミンだけは非常に早く30分で血液中で動く。末端の NH2 っていうのと CONH2 っていうのと末端の COOH っていう部分が違うだけなのに、こんだけ動態が違うっていうのは、おそらくそこにトランスポーターみたいなそのグルタミンを特異的に血液に移動させるシステムがあるということが示唆されます。で、じゃあですね、そのグルタミンがそんなにドラスティックに動くんであれば、人工飼料とか中腸内腔とか中腸組織とか血中のアミノ酸を測ってみたわけです。でその結果はこれなんですが、ちょっと難しいかもしれませんけれども、神経と筋肉の接合部位で神経伝達物質としてグルタミン酸は働くんですね、昆虫にとって。で、人間の脳の中にもグルタミン酸というのは確かあったと思うんですけれども、そのグルタミン酸が血中に多かったら神経と筋肉の接合部位で神経伝達物質として刺激を与えちゃうので、そのグルタミン酸が血中にいっぱいあったら困るわけなので、血中にはグルタミンの方が多いっていうのはなんとなくリーズナブル、グルタミン酸が少ないっていうのはなんとなくリーズナブルなわけです。でも人工飼料のとか中腸内腔、ここではグルタミン酸の方が実は多いんでね。で、人工飼料食わせてる人工飼料と中腸内腔のアミノ酸組成がそこそこ似てるっていうのは当たり前のことだよね。食ってるそのものは中腸内腔にあるわけですから。で、じゃあその違いは何かっていうと、中腸内腔から中腸組織に移るときにこの、グルタミン酸からこのグルタミンへの変換が起こっているような風に見えたわけです。よしですか。ここでグルタミン酸からグルタミンに変換されているように見えたわけです。そこで窒素代謝について考えてみました。で、ちょっとイメージしにくいかもしれませんけれども、植物っていうのはタンパク質はあんまり多くないんですね。タンパク質は あまり多くない。だからでも生物がこういうアミノ酸とかタンパク質とかを代謝すると、必ず毒であるアンモニアっていうのは出てきます。必ず毒であるアンモニアっていうのは出てきます。タンパク質を分解したりアミノ酸が分解されたりすると必ずアンモニアが出てくるんですが、植物には窒素体っていうのはあんまりないとすれば、イモムシっていうのはこの窒素っていうのをそう簡単には捨てられない、排泄物として捨てられないっていうことが分かってて、グルタミンやグルタミン酸は窒素代謝の重要な中間代謝物であります。で、グルタミン酸にアンモニアをここに入れてグルタミンを生成するグルタミン合成酵素とか、グルタミンにアルファアケトグルタ酸がやってきて、このアミノ基がここについて二分子のグルタミン酸ができる、グルタミン酸合成酵素 GOGAT って言うんですが、この GS とか GOGAT っていうのは老廃物であるアンモニウムイオンを利用可能な化合物に取り込むための主要ルートで働く酵素であるということがよく知られていることが分かったんですね。ですからもしかしたら腸管に蓄積されたグルタミンっていうのが脂肪酸と縮合して腸管の外に出すことでこの反応っていうのを活性化してるんじゃないかなと考えました。ですからこのグルタミンを少なくしてやるとこの反応が活性化されるから、老廃物であるアンモニアが利用可能なグルタミンにもっとグルタミン酸に入ってグルタミンにもっと変換されるのではないかと考えたわけです。それでアンモニウム塩、ここから出てくるアンモニウム塩がグルタミンに入って、そのグルタミンがさらに FACS に取り込まれるかを調べました。で、簡単な実験をしました。安定同位体を使った、アンモニウムクロライドとグルタミン酸を餌にやって混ぜてやって、それをイモムシに食わせます。で、十分食わせてから凍結してこのイモムシのこの腸管から先ほどの FACS グルタ、この場合ボリシンを LC マスで分析した結果はこれです。で、人工飼料だけを食わせると、421プラス1っていうのはこれぐらい N15 ですから、 N15 を与えているわけですから N14 からプラス1増えてるはずですよね。
でそのプラス1っていうのは、まあ、これぐらい増えてたのがこいつを与えるともっと増えてくると。でこれが明らかに 15N のアンモニウムクロライドのアンモニアから、FACS に入ったっていう証拠になるわけです。でもですね、グルタミンには今後ちょっと難しいかもしれませんが、窒素っていうのは2箇所あります。この部分の窒素とこの部分の窒素が2箇所あるので、どっちに入ったかはこの結果では分かりませんよね。少なくともどっちか1個には入ってるっていう結果なので、この2つどっちに入ったかっていうのを調べたいと思いました。そこでそのイモムシをですね、あの人間が入る MRI ってあるじゃないですか、あのお医者さんにある、あれを利用してですね、このイモムシそのままを NMR で測定した結果、測定してみました。 15NNMR という機械がありまして、それで測定した結果が次の結果です。でイモムシをそのまま測定してやると、こういう、シグナルが出てきました。でそのイモムシの腸管には FACS が含まれているわけですから、その FACS、 腸管内容物が生成した FACS はここに吸収がありました。でさらに我々はケミストリーをベースにしているので、ここをラベルした化合物とここをラベルした化合物を作ってやって、同じにしてやりますと、ここに入ったものだけが一致して、ここに入ったものは違うところにシグナルが見えて、それはこの幼虫にはないということが分かったんですね。すなわちそれは、FACS のこっち側にアンモニアが入ってこっちではないということが分かったわけです。でさらにですね、そのこれ非常にあの複雑な話なんですけれども、その FACS っていうのはイモムシの腸管にあるということは分かってるんですが、そのじゃあ糞にあるかって言ったら糞にはないんですね。糞にはないんです。ですから腸管の中、腸管で作られて腸管内腔に出されてから、もう一回下水分解で分解されて、さらに吸収されるってことも分かってまして、その FACS を分解する酵素のアミノ酸配列も決定することができました。今日この話についてはしませんっていうことは、こういうふうに考えられます。イモムシ、これはですね、イモムシの腸管内腔です。で腸管組織があって、その外側に血液があって、脂肪体が浮いてて、ここに皮があるんですけれども、イモムシの口から入ってきたグルタミンっていうのはすぐに吸収されて血液に行きます。グルタミン酸っていうのはなかなか吸収はされません。で吸収されて、ゆっくり吸収されたグルタミン酸は老廃物であるアンモニアと縮合して、老反応して腸管の中ではグルタミンを蓄積します。でこの蓄積されたグルタミンは、植物由来の脂肪酸と縮合して FACS として外に出されて、外に出されたらもう一回下水分解されてグルタミン脂肪酸として吸収されるんですが、まあ、とにかくこの部分を外に出すことでこの経路を活性化してるんじゃないかと考えました。すなわち老廃物であるアンモニアっていうのを積極的に固定するためにこの FACS っていうのはあったと。ですからその FACS の整合性と分解の組み合わせが窒素代謝システムにおいてグルタミンの調節機構として機能しているんじゃないかというのが我々の結論ですが、ではですね、じゃあ、こういう人工飼料を作ってやりました。ほとんど寒天、人工飼料がほんのわずかしか入ってない餌を作ってやって、そこにグルタミン酸とアンモニウムクロライド、さらにこの2つにリノレン酸がある餌ですから、こっちはリノレン酸ないわけですから、リノレン酸の有無でイモムシが吸収できる窒素量を比べたわけですね。で、どうやってその窒素量を比べるかというと、消費された飼料と排泄された糞の CN 比を調べたわけです。でこの CN 比のデータからこのような計算式で、イモムシに吸収された窒素量というのを測定することができて、リノレン酸がなければイモムシが吸収できた窒素は 40% 足らずなんですが、リノレン酸があると 60.6% にも吸収できているから、やっぱりどうやらその FACS っていうのは窒素吸収に必要ならしいということが分かりました。これちょっと飛ばします。ですからその FACS っていうのはイモムシにとって窒素吸収に非常に重要な役割を果たしているからこそ、もし植物がそれが自分が食われているっていう信号として捉えるように進化したとしても、イモムシの事情としては自分の窒素代謝、非常にイモムシってすぐ大きくなるんだよね、むちゃくちゃ大きくなる。
もう目に見えない数ミリぐらいのものからあっという間に大きくなってしまう。このスピード、あの僕らが僕らの生育速度からは考えられないような生育をする芋虫のにとって、この窒素吸収には非常に大事で、その窒素吸収を支えている FACS はたとえ天敵に利用されようともですね、自分としては簡単に捨てることができないんだっていうことが見えてきたわけです。ここら辺ちょっと飛ばします。ここら辺ちょっといいですね。次は植物についての話なんですが、これは僕ら将来有機化学やりたい人のためにちょっとこれもちょっとだけ見せると、こういうルートでボリシンというのを作ることができます。でこういう合成ルートを考えるのもその有機化学の非常に重要なところですが、それについて詳細は述べません。でここに17位に水酸基があるものとないもので、そのエリシター活性を比べたわけですね。植物に与えた時に揮発成分がどれだけ出るかを調べると、この水酸基があるとないものに比べると3倍ぐらい水酸基がある方がよりボラタイルが出るわけです。ということは植物は水酸基の有無っていうのをちゃんと分かってるわけですね。これも面白かったんですが、さらに面白いのは僕はこれだと思いましたね。こっちのアミノ酸部分をいくつか変えてみました。するとエリシター活性を持つのはこのグルタミン縮合物だけです。他のアミノ酸に改変してやるとエリシター活性全てなくなるんですね。っていうことは植物側にとっても昆虫にとってもこのグルタミン部分っていうのは非常に重要だと。特に植物が自分が食われてるっていう認識のキーとなっているのがこのグルタミン部分だっていうことが明らかに分かるわけですね。ですからそれはまだ同定はされていないんですが、植物にはこの FACS 水酸菌がついたボリシンや水酸菌がついてないリノレノイルグルタミンを必ず認識しているレセプターっていうのがあるはずですよ。でそれにパカッてそのレセプターにこの唾液成分がはまると植物は自分が食われているということを認識してせっせと違う通常にはしない反応をしだすわけですね。これは飛ばします。でこのイモムシ、いろんなイモムシがじゃあボリシン持ってるかというとそうでもない。でも結構持ってるイモムシ、持ってるものと持ってないものいろいろありますよということなんですけれども、比較的大型のものほど持ってるってことは分かりました。でもこのアゲハチョウとかは持ってないんだよね。比較的大型のものが FACS を持ってるっていうのはさっきの窒素代謝にとって有利に働いてるんじゃないかというものと話はあります。でさらに毒を持ってる腸とかにはその FACS がないということも分かってきました。さらに驚いたことにですね、ショウジョウバイとかコオロギにもそのグルタミン酸型の縮合 FACS があることは分かりましたが、それはいろんな虫があるんだなということです。でここからスピードをちょっと上げますけれども、こういう昆虫来で植物に影響を与える化合物っていうのが先ほどのボリシンの発見以来相当研究がされて、こんなバッタからこういうような化合物が取られましたし、別なイモムシからこういうペプチド製のインセプチンっていう化合物も生成エリシターとして同定されました。これが面白いのはですね、実はこのペプチドっていうのは植物の ATP シンターゼの一部分だっていうんですね。ですからこのイモムシは植物を食べるじゃないですか。そうすると植物の酵素ももちろん胃の中に入ってきますよね。でそれを消化してこの部分がこういう形でやっぱりどうしても唾液の中に入ってしまいますね。でそれを植物は自分自身が食われている信号として捉えているんだっていうことが、2006年に報告されましたね。でここで僕は何を言いたかっていうと、今昆虫由来の、植物エフェクター、植物にこう何らかの生理反応を引き起こす昆虫由来のエリシタっていうのは3つ知られてます。インセプチンというペプチドとボリシンリノレノイルグルタミンといった FACS とバッタのケリフェリンという化合物ですが、それ例えば大豆とかナスとかトウモロコシっていうのは FACS に反応するけれども、マメ科のささげっていうのはこの2つには反応せずにインセプチンにしか反応しないわけですね。でこのケリフェリンっていうのは
白犬ナズナとかあのトウモロコシに反応するんですけれども、こういうふうにどの植物がどの昆虫ライリシターに反応するかっていうのはわからないんですね。だからここら辺が実際 の, あのここら辺がすごく面白いところで、先ほど言いましたように1億年の歴史っていうのを背負ってるのがここら辺に見えてくるんですが、逆にあまりにもスペシシティが高いっていうことが、あのこれを実際の農業現場に使うことの難しさも示しているわけです。ただ他の虫、例えば殺虫剤だったらその虫には効いてほしいけれども、あの蜂には効いてほしくないと。で実際そういう研究で進んでますが、そのスペシフィシティを出すというところが大きなポイントになってるんですね。あんまりスペシフィシティでも、このようにあんまりスペシフィシティがありすぎると実際 の, あの現場に使うのには難しいところもあるわけです。でさらにですね、さらに あ, のある種 の, 芋、あのこれゾウムシですが、ゾウムシがあのソラマメの鞘に卵を産むとそこが癌化することが知られています。でそれは卵の表面にこういった化合物があって、この化合物があるとソラマメが癌化するんですね。でこれ何してるかというと、癌化するとここからハッチしたらその幼虫はその鞘の中に入ろうとするんですが、癌化すると鞘の中に入りにくいということが分かっています。もうこれもどんどん、もう時間がないのでこんな形で鞘の中に入って、これ豆ね、鞘の中にある豆から虫が出てきているところです。これいい写真でしょ。なかなかで、その、卵が産みつけられると 植物の表面が癌化、カルス化して盛り上がっているところです。でそれが断面ですね。このエッグのこの周りにあった先ほどのこういう化合物を植物は認識して膨れ上がっていくわけや。でそこの研究をするためにイモムシ、これ全部イモムシやぜ、こんだけイモムシ集めて、イモムシはごめん、ゾウムシ、こんだけ集めて、先ほどと同じように、いろんな生成法でもってこの化合物が決まったわけですね。で実際に合成してこうやって癌化することが認識、あの確認できてるわけです。で今回いろいろクワの話を持ってきたんですが、とてもヤドクガエルまでは絶対行かなかったですね。で今回君たちに伝えたかったのは、植物も食われたり産卵されたりすることで、その積極的にそれを認識してるっていうことを伝えたかったんです。で、そういう話って今まで聞いたことがないと思いますし、こういうことが実際に、実際の植物保護にどう役立てるかどうかっていうのはまだわからないところもありますが、こういう側面もあるんだということを知ってほしかったということです。じゃあ簡単に感想を書いて終わりにしましょう。